皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日は愛され続けて54年玉井の塩もみだれに合う一品作っていきたいと思います。本日の食材はこちら、豚バラ肉でございます。作り方は至って簡単。こちらの豚バラ肉に玉井の塩もみだれをよく絡めて焼くだけです。ちなみにこちらの玉井の塩もみだれ、つけだれではございません。もみだれです。お肉によく絡めて使っていただけたらと思います。ちなみにこちらの塩もみだれなんですけれども、よく振ってから使っていただけたらと思います。それでは調理していきましょう。こちらのバラ肉に塩もみだれを適量入れまして、あとはよく絡めます。ご家庭ではですね、ジップロック使って揉んでいただいても大丈夫ですし、もちろん手で揉んでいただいても問題ございません。よく絡めて焼いていきたいと思います。はい、このような形でよく絡みましたので、あとは焼いていくだけです。今日はごま油を使って焼いていくんですけれども、もちろんサラダ油でもオリーブオイルでも米油でも大丈夫でございます。それでは焼いていきたいと思います。ちなみに私はよく焼き推奨です。これぐらいがおすすめでございます。はい、完成でございます。いただきます。これは美味しいです。ワインに合う人しないはもちろんのこと、他のお酒にも相性抜群です。ご飯のお供にも最高に合いますので、お子様たちも大喜びだと思います。皆様もぜひ玉井の塩もみだれお試しいただけたらと思います。